ドラクエトレジャーズ続きやっていきましょうということで、少し久しぶりでございますと、言ったところなんですが、今回はですね、前回行けなかったこの雪隠れの尾、これ行こうと思います。はい、なんで、そうね、氷雪島の雪隠れの山でお宝コンパスを使っていくということだと思うので、こっちやね、早速、雪山の方に向かっていこうと。ここでいいかな、行ってみよう。さあ、着きました、氷河の駅。これの降りて早速パンサースノーズで進んでいくんだけど、マップを確認して、ここなのでこっちやね、進みます。もう一気にゴリゴリに進む。一旦まあ宝とかも無視して行けばいいかな。おーっと、これ早速プヨさんで、ここいけるか。よいしょ、いけないか。となると、これはどっからだ。あ、普通にこっちからやな。回り道して進んでいく感じなので、今回あと30レベルで、B3? あ、間違えた。B3 の方、行けるんで、そっちもやりたいところ。さあ、ここで、コンパスを使う。え、これでいいの？はい、ここじゃない、これ。いや、場所的にここだったっけ。どうだ、普通の宝箱っぽいけど、これはすごいのか、これなんだろうね。でも目的の龍石ではないが、場所的には、あ、もうちょっと上かは、間違えた。ここの、あー、もうちょっとこれ、そうだね、上の方進んでいくんだな。了解。じゃあもうゴリゴリに進んでいこう。うわー、レベル高えな。29とか普通におるな。この辺りで使ってみるよ、一回。ここ一回集まってもらって。うわ、キラーマシンか。マジか。これ倒すか。キラーマシン倒します。ナイス。オッケー。さすがにキラーマシンは仲間にならない。さあ、ここでコンパス使って、なるほど、その辺じゃない。ここだ。これでもどうだろう、当たりを引けるかどうかだね。あ、やった。あららら、ら尾の龍石めっちゃ綺麗やん。ゲットした。オッケー。じゃあ、これは、もう盗まれるのは嫌なので、そのままもうパンサーダッシュで行ってみるか。もしくはもうキラーマシン仲間にしたいな。ナイス。うわ、強っ。仲間にならんか。キ
キラーパンサー仲間になったらでかいんだけどな。キラーパンサーじゃない、キラーマシーン。HP 的にはまだまだいけるから、どうしよう。なんでバッテリーが少なくなっとるんやと。ちょっとじゃあ充電だけケーブルつないで、間違えた。まあ戻りますかの、サクッと。このダッシュ使えない時間もどかしいな。ゴーレム倒す？アイスゴーレム倒すか。ナイス。経験値ももらえるしね。うわ、痛い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 。ん？なんか、すーごい硬くなってる。アイスゴーレム、こんな色するんだ。あ、うわ、メタル化したみたいになってる。全然ダメージ入んねえ。ただモンスターが強い。ナイス。いいね。じゃあもうこのままダッシュで戻っちゃおう。OKOK。このパンサー系が一番ダッシュ早いんじゃないかな。そんなことないかな。これまだ戦闘中か。アイスゴーレム倒すか。ほら、どうだ、倒した、ナイス。この辺にあったよね。どうせそこなんじゃない。どこだ。いやー見れないか、マジで。お宝落としてしまった。はい、戻す。お宝戻しといて、ここだな。オッケーオッケーオッケー。さあこれで2つ目、王の龍石合わせて3つ目。これ高いのかな、わかんない。まあ行きますか。あ、でここにあんじゃん。っていうか当たるかな。はい、ナイス。こっからでいいのか。おし、じゃあ戻って鑑定、そして、龍石を格納しましょうかい。はい、鑑定のお時間です。どんなお宝だろう。さあ2つ、まあ大したものはないんじゃないか。こりゃいいや。安らぎのローブ53万。これは？これは見たことない。ホーリーランスか、42万と。 OK、 100万プラス。そして龍石だよね。はい、これはもうもちろんレジェンドと。よし、これで龍石3つだっけ。やったぜ、1200万きた。でこれトレジャーランクが2400万アップで、あと200違うか、2000万か。2500万で段ランクが9になるから、まずは探せるお宝が変わったみたい。これ星3行くか。星3って3回ね。メインクエスト的にはいい感じですね。ここじゃない、
死した王の翼かな次は。で、ダンランクも上げつつ、で、B さんも行っときたいね。B さん行こうか。なので、ここでまず派遣。結果を見ましょう。はい、成功、ナイス。OK。第2派遣隊も帰ってきた。お、こっちは大成功と。ナイス。これ誰や？こりゃいいや。イルーシャ。うわぁ、どのナンバリングだろう。OK。じゃあ第2派遣隊そのまま行こうか。出発だ。キングスライムはでも欲しいか。どんな用だ？派遣だな。これちょっと呼び戻さ。悪い。呼び戻して、ちょっと一回パーティー編成。地下3階行くために多分キングスライム欲しいよね。プヨさんよりも絶対強いから。キスラーを入れて、なぜならベホイミ覚えてるから。で、スノーズは絶対入れた方がいいでしょ。攻撃力138。これなら並び替え、あー、レベルでしかないのか。レベルでいいや。30、あー、そうか。大事とかどう？大事。そうね、器用さ魔力で。バギマとか、いや、ベホイミも覚える。これ強いぞ。この3体でいこうか。どんな用だ？よし、で、コイン装備をやってみよう、そろそろ。で、大事は器用さ魔力でしょ。こんだけあったらさ、器用さ魔力。魔力アップ。魔力アップ。魔力アップ。器用さアップ。魔力アップ。やべ、魔力200やばいって強いでしょ。で、スノーズはま、攻撃力だな。はい。攻撃力でしょ。で、攻撃力で、ま、HP も上げといてもいいかもな。HP 上げとこう。で、HP ね。で、キスラーも残ったやつでいいわ。残ったやつを。これでいいかな。はい。まあ、自分はいいっしょ。よし、まあ、コイン集めっていうポイントでやってみても面白いかもね。さあ、地下3階行きましょうか。推奨レベルは30なんで、まあ、この3体プラスカミュで、なんとかいけるんじゃないかと思ってんだけど、さあ、ここの、下だね。で、ここが地下2階。多分この星が、あ、地下5階まであるのかな？なんとなくそんな感じだったよね。ほら、ダイヤがあと2つ入るもん。
さあ地下3階行きます。適正レベル30、行ってみよう。モンスターコインもねしっかり装備してるんで、ここはねモンスターに任せると。さあルーム1、ルーム2。さあこいつ倒すか。オッケー。うわーなんか食らった、やばい、しびれる、やめろ。いやー30ダメージ食らう。なかなかダメージは食らってるね。ただベホイミ要員が2人もいるから。オッケーオッケー、ロマンゲージ1個溜まる、ナイス。コインは落ちてないか。落ちてはないね。で普通にここもでもスカウトができるんで、それも狙っていきたいところ。探索連携もいらんし、別にロマン技もまだ使う必要はない。あー食らう。まあ一応回復のタワーもあるんで、ちょっと外からだな、やっぱりこのハンマー弾で。オッケーナイス、オッケーね。さあ魔力暴走してほしいな、バギマとか。いや全然食らってないか。おい、えめっちゃ入るじゃんこれ。うわゴーレムスカウト成功、いめっちゃ入るんやけど。60ダメージとか入るよ。え強くない。ロマンゲージ2つ溜まった。さあおメタルハンド、まあでもここは1ダメージしか入んないのか。ダメージ食らわんっしょそんなに。ちょっと置いとこう、こいつらに任せて。ん？なかなか食らってるのか。あれ？マジで？こいつら強っ。復活だ。あ、マジか。メタル強いな。おーレベル上がった。ちょうどレベル上がってよかった、ラッキーラッキー。メタル系やっぱ強いな、モンスターズでもそうだったけど。でそうこいつ間違えた、ちょっと待って、スカウト団をやりたい。あー今やられちゃったか。よし、あシャドウパンサー成功してる、ラッキー。であとはドラキーマやな。オッケー倒す。さあそろそろか、10回まであんのかな。うわワイトキングだ、ワイトキング仲間にしたい。うわ強い、やばいあいつ強いな、しかも回復持ってんの。やばいやばい、ナイス。ワイトキングが成功しないか。極楽鳥どう。よし成功した、ナイス。よし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 、さあここで回復もしてもらって、まだまだ続く。あいやこれミミックじゃないか。メタルスライムコイン、メタルスライムコイン、メタルスライムコイン、守備力いいね。 HP タンク役ね、いいよいいよ。
さあさあさあ、うわー、デッドエンペラー、それから魔王の影、うわやべ、これやばいな、これやばい気すっぞ。いや、これ自分もちゃんと攻撃やった方がいい。スタンダン行くか。あ、スタンダン効いてる。あ、で。お、すごい。倒した。あ、まあでも、スカウトはできなかった。オッケー。いや、来たね。ちょっと一回、回復をするので、ベホイミダンを、大事か。こいつにやっといて、行っちゃいましょう。まあ、ロマンゲージ3つ入って、ぶん殴っていけば、多分いけると思うんだけどな。あれ、こんなムービー入ってたっけ？何ここ？あ。あいつなんだっけ？知らんなあ。あれ、これ結構でかいボスか？うわぁ、こいつやばそう。さあ、行くぞ。うわぁ、大丈夫かな。アーグジン。アーグジン。大型ボスとの戦いで周りにある仕掛けを利用したり、うまく隙をついたりして弱点を狙って戦おう。了解。ヒントを出してくれると。いや、まあ、だとしてもよ。まずは、スタンダン食らうのかな？それやってみたい。食らわんか、さすがに。ミスだな。オッケー。じゃあ、ハンマーだ。お、弱点があるな。めっちゃ入るんやけど。うほー、早い早い早い。え、ちょっと待って。これどっから？ああ、そういうことか。うわ、これセーブできるのかな？え、もう一回最初からでしょ、多分。それともオートセーブが入ってる可能性はなくはない。ああ、こっからか。まあまあ、いっかいっか。なので、これ、カミュが死んだら終わりだから。ちなみに、ここでセーブは？あ、ここでセーブもできそう。シャドウパンサー。いや、てか、普通にこれ、ハンマー弾が強いわ。ハンマー弾クソ強いわ。さあ、戻ってきました。オッケーオッケー。ねえ、自分が死なないようにしないといけないから、ちょっとやっぱ引き気味に、ハンマー弾打ちながらって感じかな。にしても、ここどこやねんって感じだけど。スキップ。行ってみよう。さあ、行くぞ。はい。で、まずは、ハンマー弾。危ない。うまく引きつける。あー、そういうことね。そういう感じか。ん？待って、これどこに出てくる？こっちに。ん？お、隙を作るチャンス。
待て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 、落ち着け。どういう戦い方だこれ。ここにぶつけるんじゃないの。あー破裂した岩が敵に当たった。弱点攻撃、あここだ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 、ここ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 だよ。ほい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 、どうだ。で次も移動をしながらこっちこっち、やべえな。ちょっと待って回復、ベホイミダンを、やべえ。スラー全復活、まずい。じゃあちょっと待って、これ復活できるか。ナイスナイス、自分が危ない。ちょっと待って、自分が危ない自分が危ない。これ自分回復できる、自分回復あれだ、こうだ。これで回復。やーべえ、味方が終わってる。大丈夫か？見せてやる。いやーこれまずいな。オッケー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 、回復させて。これにぶつける、よし。いやマジでこれ強っ。ちょっと待って、どこ復活できないか。だって強くない。ああそこにいる。回復をしてあげないとやばい。よし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 、でオッケー、頑張れ大事。うんうん、気絶させた。待って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 、ロマン技行こう。ここでロマン技、怒りの雷。どうだった全然わからん。キングブリザード、自分も行くよ。ここいやいや、でももう行くしかねえな、行くしかない行くしかない。どうなる、何かにぶつけないとね。いやーゲージ終わっちゃうな。あ終わっちゃった、普通に終わっちゃった、普通に MP がね。あぶねー。いやこれ自分行った方がいいかもな。自分行った方がいいな。で違う、これだ。自分行って、いやーでもこれさ気絶させてからの方がいいな。ビストモード、いやーこれ入んねえもん全然。危ない危ない、いけるいける、
いやビーストモード長えな結構。終わっちゃった。ただもうちょっとだな。ハンマーだ行こう。いける。どうなのこれ。いや結構これ弱点。あ、今だ。ここほい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 、いけ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 、ロマンゲージ、よしレッツゴー。いける。ほら殴れ。逃げてんな、逃げてやんの。いけ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 、任せた。バギだ。入んねえかそれ。あとは言ってくれるっしょ。あとは言ってくれる。なんならこれで決める。おい、オッケー。いや強かったぞ。アーグジンハ強かったね。よかったよかった。よし。挑戦結果、クリアタイム9分。銀。報酬がコインか。ヘルコンドルコイン。オッケーオッケー。何か落としていった。ブラドコーズ5個ゲット。ナイス。いや、普通に強かったね。今のモンスターすごく大きかった。ちょっと驚いちゃったかも。この宝箱にはきっといつものあれが入っているはず。かけら？竜の瞳は古代より生きながら絵師、獣が守り続ける。古代の獣でいいんだよね、これ。違うか、銃。住む地の地図は砂漠にいる風の国のまさ。その手に持つと。ブブ。瞳の流石。古代獣。ミュー。風の国のショウ。ミュー。なるほど。まあ、でもこれでも5番もやってないからね、まだ。そっちも行きたいね。今のところはまだいいです。よしってことで、今回ここまでにするか。ちょっと早いけど、で段ランク上げはやっときます。はい、次回もう一個行ってない流石あるんで、それ行こうかなっていう感じですかね。で、段ランク上げると、さらにこれ地下4階に行けると思うんで、まあそこをまず目指すっていうのもあるし、流石もね、集めていかないといけないと。あ、なんでこれは、やる必要なくて、普通にこっから戻れば、一瞬と。はい、ということで今回ここまでです。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。